本の道具と使い方。どうもこんにちは、ハッシンガーです。皆さん、コーヒーは飲みますか？私は自宅で豆をひいて飲むようになってかれこれ10年近く経ちます。コーヒー道は本当に奥が深いですよね。豆や道具にこだわり始めたらこの趣味って終わりはないですよね。そこで私が現在使っているコーヒー道具を今回は紹介したいと思います。あまり何回も道具をコロコロと買い直すタイプではないのですが、アウトドアや別ジャンルの道具を組み合わせながら今はこちらの道具を使っています。コーヒーミル、ドリッパー、ドリップケトル、サーバーの4点です。このチャンネルでは品質管理者目線から日本製品と使い方を発信したいと思っています。評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではどうぞ。まずはコーヒーミル。こちらのポーレックスのコーヒーミルは見たことのある方も多いと思います。手回しのコーヒーミルといえばこれだという方もいますよね。3から4杯分の豆をひくことができて、電動ではないので屋内外どちらでも重宝される一品ですね。ステンレスの頑丈さとセラミックによる引き具合がとても気に入っています。分解も簡単で水洗いできる点も衛生的に保てて良いですよね。別売りの滑り止めバンドを装着して私は使っています。2つ目はドリッパー、ユニフレームのコーヒーバネットです。アウトドアメーカーユニフレームの名作ですよ。ステンレス製で薄く収納できるデザインはこれ以上改善する必要がないレベルの完成度です。壊れたり使いにくいというクレームはお客さんから来ることが全く想像できませんね。ワイヤーでできているのでコーヒーを入れる際に発生するガスの抜けがよく、また洗浄時の乾燥が早いメリットもあります。3つ目はドリップケトル。この趣味を始めた当初は夜間で直接雑にコーヒーを入れていましたが、こちらに変えてからコーヒーが段違いに美味しくなりました。いろんな素材や形のものが存在し、コーヒー好きが一番こだわりたい道具ですが、このハイマウントのミニドリップポットが私には一番合っています。コーヒー2杯分 300ml という最低限の容量で、しかも蓋に適度なロック機構がついていて、屋内外で安心して使えるという一切無駄がない設計です。初めて存在を知った時は見つけたと思いましたね。4つ目、最後はサーバーです。これは私の不注意さによって選ばれた道具。赤川器物の業務用計量カップ、こちらになります。コーヒーサーバーといえば基本的にガラス製ですが、何度も割ってしまう対策としてステンレス製の計量カップを使うことにしたらストレスが一つ減りました。業務用の飾り気がないデザインがキッチンやアウトドアで邪魔にならないし、道具をずらっと並べた時に一貫性があって気に入っています。さて、いかがでしたでしょうか。いろんなジャンル、メーカーにわたって選んできた道具、こう並べてみると私の中で壊れにくいとか屋外でも使えるといった要素が重要視されているように思います。それはその他の道具選びにも共通していることかもしれません。レザー用品も大好きですが、ステンレス製の道具の楽しさも伝えていければなと思います。
今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。